はい、じゃあ、今年度のアイラスセミナーフィジカルコンピューティング入門の作品発表会をします。この授業では組み込みコンピューターのアルドゥイーノを使ってそこにセンサーやアクチュエーターをなど電子回路部品を作ってもらって自由な発想で外界と関わるコンピューターの作品フィジカルコンピューティングの作品を作ってもらっています。でこれまでの、授業ですけど4月から5月の終わりまでは、まあ、みんなプログラミング初めてっていう方も多いし電子回路も触ったことないっていう人も多いのでアルドイーノのプログラミングとか電子部品回路の接続という基礎勉強をしてもらいました。から6月になってから各チームで自分たちのアイデア出しをして部品の使い方をそれぞれ勉強してもらってで作品として組み上げるという活動をしてもらいました。で、今日の発表会を迎えています。で、作品は4班です、1班と4班途中で合同してしまったので 1プラス4班ですけどアイアンマンの手から2番目が秋宗1号、3番目がアボイダー、4番目が、猫の手貯金箱です。じゃあそれぞれの班に発表してもらおうと思います。